よう、さっちゃん。え、さっちゃんって。ん、あれ、さっちゃんじゃねえ。お久しぶりです、春日さん。日だまりの城でお会いしましたよね。もしかして菜の葉さんか。でも、なんでここに。誰に聞いてこの店を。ん、私だよ一番。ほらよく見て、サエコだって。あ、やっぱさっちゃんかよ。一番にも見抜けないなら大丈夫だね。例の桂川も私を菜の葉だと思う。ああ、この今のはあれだよ、引っかかったふりしてやったの。はいはい、それでも結構。それより桂川の居所が分かったよ。これから抜き打ちで押しかけて菜の葉として別れてくるつもり。一番も一緒に来てくれるんだってよね。ふああ、そういう約束だったな。あいつは今自分のオフィスにいる。コンサルとか言ってたけど、実態は闇金だったみたい。ボディーガードも社員もみんな俗時代の仲間たちだって。結局立派な半グレだったわけが。なんで菜の葉はそんなのに引っかかっちまうんだ。そういう子だったから私もついつい口出しすぎちゃってたわけ。これで私の気持ちも少しは分かったでしょ。そういうことなら無理なかったのかもな。ま、とにかく行ってみるか、桂川の会社に。まったくよ、さっきから全然話にならねえな、マジで。急に押しかけてきたと思ったら、一体その男に何を吹き込まれたんだ。ナノは、お前自分が何言ってるか分かってんのか。分かってます、もちろん。もうこれ以上あなたに払うお金はないって言ってるの。んだと。となると、あなたにも私と付き合う理由はもうないでしょ。つまりお別れってこと。なんか言うなよ。それじゃあまるで俺が金目当てでお前と付き合ってたみたいじゃん。それも今更どうでもいい。これまで貸してきたお金も全部返してください、即刻この場で。いや、だから今はそれどころじゃないんだって。あと200万ないとこの会社がヤバいんだ。頼むって。なのはソープで働けば200万くらいなんとかなるだろう。桂川さんよ、その前に聞いときてんだ。あんた菜の葉に全部でいくら借りてる。ああ、うるせえよ。んなもんてめえに言う義理はねえだろうが。もし今菜の葉があんたに200万貸したとして、じゃあ合計でいくら返すつもりなんだ。さあね、大まかには覚えてるんだけどな。その金額も言えねえのにまだ追加で彼女に金を借りる気か。まあ何回か借りてるからよ、んなすぐに細けえ数字は出てこねえっつうか。でしたら130万円です。桂川さんが菜の葉さんにお借りした金の合計。おい山下、何勝手に口挟んできてんだ。俺の許可もなくよ。すみません、失礼しました。優秀な部下がついてるじゃねえの。じゃあ返してもらおうか、その130万。さっきから何なんだてめえは。ヤクザみたいななりしやがって。てめえの方こそナナをしゃぶりつく好きなんじゃねえのか。だとしてもあなたには関係ない。130万返して、それで私たちはもうおしまい。本気なのか、ナノは。俺お前を愛してる。お前もそうだって言ってたろ。ナノはがそこまであなたのこと。世間知らずのお前には俺みてえなタフな男がいる。
お前は俺が守っててやらねえとダメな女なんだよ。なるほどな。そうやってナノハを縛りつけてたわけか。てめえはしゃしゃい出てくんな、チンピラ。おい、山下、何グズグズしてやがる。今すぐこの野郎をつまみ出せ。いえ、もういいでしょう、桂川さん。は？なんだって。俺からもお願いします。ナノハさんのことはもうそろそろ解放してあげませんか。この人は親の介護のために必死に働いていました。その間あなたは他の女と遊んでたじゃないですか。てめえどういうつもりだ。なのにナノハさんがソープで稼げると知ってまた絞り取ろうとする。いくらなんでもあんまりです。俺はもうナノハさんを見てられなかったんです。お前誰に口聞いてんだ。厨房の頃からずっと面倒見てきてやったのは誰だ。この俺だろうが、マシュ。またパシリからやり直すのか、クソガキが。ずいぶん人望が終わりのようだな、桂川。みんな日頃からあんたに不満を抱えてたが。うるせえ。お前ら何やってんだこれ。こいつらを黙らせろ、山下の裏切り者だ。まあまあ想定内の展開だ。山下君の心変わり以外はね。本当にね。俺は多分きっかけが欲しかったんだ。桂川さんたちと腐れ縁を切るためのきっかけを。そうかい。実際はもっと単純なんじゃねえか。実はナノハに惚れてたりして。そうかもしれません。いいね、山下君。案外順調じゃねえか。ごちゃごちゃうるせえ。てめえら二度と口が引けねえようにしてやる。うるさない。やっちゃうよ。私の番ね。怖いの。え、なめるなよ。ほら、来い。かかってこい。俺の番だな。絶対負けない。とっておきだ。傷だらけの本当。ほら、お、行くぞ。してみろ。ほら、ほら、よし。オラコッパス、行くぞ。ぶっ飛ばしてやる。見せてやるよ。私の番ね。見てなさい。やるか。こいつ俺の番だな。とっておきだ。エンドレスラー。はよし、行くぞ。見せてやるよ。こいつが欲しいんだ。よし、くらえ。こうりゃ俺の番だな。強くなった気がするぜ。またいい女になっちゃった。
きる。勇士。さっきの威勢はどこ行ったんだ、桂川。ふっ、口ほどにもねえ。菜の葉に借りた金を返せ。この場ですぐにだ。そして今日中に偉人帳を出て行け。次またこの町でてめえを見かけたらぶちのめすぜ。菜の葉と連絡取ろうとしただけでもぶちのめす。わかりました。だからもう、もう殴らないでください。なら殴らねえよ、俺の手ではな。このクズが二度と女を食い物にするんじゃないよ。もう菜の葉さんじゃないって、じゃあお姉さんだったってことですか、双子の。いや悪いな山下君、せっかく勇気出して菜の葉の前でカッコつけてくれたのに。ごめんね山下君。いえ、まあそれはもう、だって仕方ないですもんね。でお姉さんは菜の葉さんがソープにいたことは知らないふりをしていたいと。そう、だからさっき桂川の件で私がいたこともあの子にはオフレコってことでいいよね。ええ、ですが菜の葉さんからこの状況を見ると、突然彼氏が別れも告げず町を出てったわけですよね。それも疎遠だったお姉さんから悪い男と別れろって電話があってすぐに。なあ、それがどうかしたか。となるとお姉さんが何か桂川が消えたことに関わっているようにしか見えなくないですか。お姉さんの何らかの差し金で桂川が町を出たというふうに見えるんじゃないかと。え、そういやそうかもな。いいよ別に、それならそれで仕方ないんじゃない。また菜の葉がさっちゃんに切れてもか。それでもいいのかい。最優先なのは菜の葉の幸せ。私があの子にどう思われようが、それは二の次。そんなの、今回さっちゃんは菜の葉のためにすげえ骨折ったんじゃねえか。桂川につきまとわれ続けるやん、菜の葉はしゃぶり尽くされるとこだったんだぜ。電話で話してくれるだけでもありがたいって仲なの。私はあの子が不幸にならないように見守るだけ。でもよ、あの、じゃあ菜の葉さんには俺からこう言っておきますよ。ん？桂川は事業に失敗して町を出たって。あの人が借りてた金も俺から彼女に返しときます。そうすればお姉さんが関わっていたことは菜の葉さんに気づかれないかと。するとつまり山下君だけがこの件であの子に感謝されるわけか。そうですね。いやしかしそのまずいでしょうか。俺は菜の葉さんのことが気になってました。桂川なんかに捕まってかわいそうだなって。俺でよければいつか救ってあげたい、守ってあげたいと思っていたんです。だから今日俺は桂川を裏切りました。菜の葉さんを守るなら今日しかないと思って。さっちゃん、山下君がこう言ってるけどどう思うよ。ねえ山下君。はい。例えばレストランとかコンビニであなたは店員さんに偉そうにする人？ええ、肩着の人と話すときは敬語ですかね。やからっぽいのには舐められるわけにいかんのですが。そっか、まだったらとりあえずは合格かな。なんか妹の彼氏になるハードル低すぎねえか。だからとりあえずって言ったでしょ。ん？
大丈夫。菜の葉のことはこれからもずっと陰で見守るつもりだから。もし山下くんがあの子を泣かせるような男なら、絶対にもう見過ごしたりしない。私はあの子の幸せのためなら手段を選ばないわ。なるほど、わかりましたよ、お姉さん。俺も望むところです。まったく頼もしい姉貴だな、さっちゃんは。よ、いつか菜の葉もそのことに気がつくと思うぜ。それもそう遠くないいつかだ。今回は本当にありがとうね。あなたのおかげでまた妹が助かった。本当に感謝してるよ一番。これからもよろしくね。